時代を生きろ、戦い続ける人たち。一番強いのは多分危機感だと思うんですよね。これをやらなければダメなんですよ。株価はこんなに下がんなかったんだよ。もっと50歩100歩だと、どうせここまで下がっちゃえば。ガイアの夜明けがスタートしたのは2002年の4月。当時は金融機関が大量の不良債権を抱え、企業の経営破綻などが相次いだ時期です。日本経済は真っ暗闇の中でした。番組のタイトルに夜明けとつけたのは、この暗闇から抜け出す様をカメラに残していこう、そんな思いからでした。多くの人、多くの現場を取材し続け、いつの間にか20年が経ちました。トヨタやユニクロといった大企業をはじめ、日本のものづくりを支えてきた町工場、そして新しいビジネスに果敢に挑むベンチャー企業や個人の人たちまで、ガイアが見つめたこの20年は何だったのか、そしてここから探れる次の時代へのヒントを今年1年かけて探っていきたいと思います。今回のガイアは、これまで取材した戦う人たちのその後を追った特別版。金融大改革の最中、生き残りをかけて戦った頭取。あれから20年。絶対潰さないぞと、もうそれだけですよね。そしてクリーンなエネルギーを求め、自ら風車を立てた男。今の社会にはリスクを取る人が必要なわけですよ。あれから19年、また日本を代表するアパレルメーカー。民族大移動ですから、日本だけでいいっていう人は我々の社員にはいりません。12年前、その海外進出に密着。現場で苦悩していた若きエース社員、彼は今ガイアが見つめた20年、そしてこれから。決断の時。しかしそこには預金者のおよそ33兆円と社員2万2000人の後ろにいる家族の運命、さらにこの私たちの血と汗の税金、そして生活がかかってるんです。2002年、ガイアの夜明け第1回放送の主人公はこの方でした。大手都市銀行朝日銀行の頭取、柳瀬幸男さん、当時57歳。業績は別に順調なんだよね。そうですね、はい、若干10年は厳しかったですけど、今期中にはちゃんと目標通り達成できると思います。はいはいはい、就任早々、柳瀬さんを突然の株価下落が襲いました。100円台を維持してきた朝日の株価が70円台に落ち込み、信用不安を招いたのです。はい、2円ってこと。80円じゃないわけね。株価の報告が2回ぐらいは必ずチェックしなきゃならないという感じですね、今はね。大手銀行の朝日がなぜ破綻を噂される銀行にまでなったのか、柳瀬頭取は正当な評価を受けていないと反論。しかしその甲斐もなく預金者は去りました。その額は実に1兆円。2002年は金融業界の大改革を断行した日本版金融ビッグバンの最後の時期。1990年代から都市銀行は生き残りをかけ、次々と合併。
今の形になっていくのです。その波に乗り遅れた銀行の一つが柳瀬さん率いる朝日銀行でした。そしてこの時話題になったのがペイオフ解禁。それまでは顧客の預金は全額保護、それが1000万円までなら守るとなったのです。ペイオフ解禁が迫る中、定期預金の解約に来るお客さんが絶えません。これ以上の流出を防ぐため、現場では説得が続いていました。3万1万になるんですが、預けていただいてた定期預金も今より金利がお高いんですよ。お家に置いてたらもっと今度不安になっちゃいますよ。いつもこちらのお宅へは新しい定期預金の契約をお願いしに来ましたが、やはりペイオフが話題になりました。経済評論家が言ってるもん、テレビで。そうなんですよ、分散した方が安心ですよって、一応はね。新聞にもそう書いてありますでしょ。またやっぱり朝日には残していただきたいというんですか、分けたとしても、でいずれまたね、今ちょっとペイオフを大騒ぎしてますけれども、お客さんからの厳しい言葉。しかしこのお宅では定期預金の契約ができました。柳瀬さんは5300億円もの赤字を覚悟し、一気に不良債権処理を進めることにしました。変革の180日と名付けて挑んだのです。頭取の柳瀬さんは朝日銀行から会長のポストをなくしました。頭取室から会長室までは40メートル。で全く今の私の部屋と同じ作りになっていて、ここに会長秘書がいて、11年前共和と埼玉の合併で生まれた2人のトップ、決断の遅い体制では危機を乗り切れないと判断しました。要するに全く同じ作りになってるわけですよね。でここに会長がいて、向こうに頭取がいたと。で従って片方が片方に話が仮にある時には電話の方が早いと、ね、まあ誰もいない役員室、役員たちにも各部署に降りてもらいました。何ヶ月前まで物を変えるというのは一人の力でとてもできるわけなくて、みんながある意味での共通認識を持つ必要がありますね。その一番強いのは多分危機感だと思いますよね。柳瀬さんは事あるごとに私たち外野の取材班を招き入れ、再生へと向かう銀行の姿を見せてくれました。自信にもなっているというふうに思います。したがってその頃はまさに朝日銀行が関西にある大手都市銀行大和銀行グループと統合し、生き残ることを模索していた時期です。基本的にはですね、一括回答が終了するまでは一切、1月24日朝日銀行にとって最後の株主総会。柳瀬さんは総会の冒頭にお詫びをし、できる限り株主の話を聞くつもりで臨みました。本年度の赤字決算の見通し及び配当金の実質的な減額の見通しと合わせまして、この場で改めて皆様方にお詫びを申し上げます。でまずね、お詫びするようなことするなと言いたいんですよね。私は朝日が好きなんです。家も東向きが好きだし、そして朝日を信じて資産を全部朝日銀行に入れてんです。朝日銀行の資産は約30兆円、大和が約15兆円、半分の銀行になんで吸収されちゃうんですか。それでは第1号議案、本議案につきましてご異議はございませんでしょうか。一抹の寂しさを抱えながら最後の総会は終わりました。最後ほら立って、あとこれが最後だって言った時あったでしょ、ね、ちょっとやっぱり胸行きましたよ、ね、うん、ね、それよく分かりましたんでね、そういう意味では丁寧に、できるだけ丁寧と思ったんですけど。株主総会から2ヶ月後の2002年3月、朝日銀行と大和銀行グループが経営統合。
ここまででガイアの夜明け第1回の放送は終了。こうして誕生したのがりそなでした。しかしその1年後、りそなは経営危機に。2兆円もの公的資金が注入され、実質国有化されたのです。番組が始まった2000年代の前半っていうのは、やっぱり経済的にその厳しいニュースが多かったんでしょうか。そうですね、金融危機は97、8年がまあ混乱のピークで、はい、番組にも出た、りそな銀行がここにもありますけれど、はい、公的資金を受け入れた、これがその最後なんですね、混乱の。でこの間は本当に白氷を踏むような経済状況が続いていると、はい、まあ、だけど金融危機の後、総合電機の経営危機もあったと。で全体として大きな会社、大企業が、人、正社員を減らしてですね、はい、少人数にして非正規の人を増やすことで、なんとかコストを減らしてなんかやってきたんですけれど、新しい産業がなかなか生まれなかったっていう、そういう状況ですね。今につながる問題だと思います。あれから20年、私たちは柳瀬さんに再び話を聞くことができました。よろしくお願いします。もういくつになりましたか。ちょうど20年ですね、番組と同じですから。だから57に20足していただくと77歳なわけです。当時どんな思いで銀行の舵取りをしていたのでしょうか。金融危機の引き金には朝日銀行は絶対ならないぞと、その信念ですよね。絶対潰さないぞと、もうそれだけでしたよね。